J さん、こんこにちは。返信動画お疲れ様でございます。ありがとうございます。あのねまずはね YouTube のダウンロードですけども検索で YouTube 動画ダウンロードっていう風に打つとダウンローダーっていうのがいくつか出ると思うんですよ。そういう風に調べてみたらいいんじゃないかなっていうのとそしてここで肝心なのが自分が求めているサイトにたどり着くための検索キーワードが思いつかないってことがありますよね。これは単なる爆発が少ないんですよ。うん まあ、インターネットの専門家になろうとした時にその場数が何で必要かっていうとこういうふうに必要な情報を求めようとする時に何で検索すればいいかわからないっていう検索スキルがねものすごくものを言うんですよ検索スキルがしょぼいと詐欺サイトに入ってしまったりすることもありますし検索スキルが高いとそういうリスクも最大限ヘッジすることができますよねそして何よりも検索が得意な人にこうやって質問すると最適な検索結果を つけてくれますので、今回は YouTube のダウンローダーをつけておきますんで、ね、それをちょっとねチェックしてみてください URL を添付しておきますあちょっとバッテリーが切れますんで一回、えー、動画閉じますね